ゼメンの町の円形。ゼメン修道院の聖道。ゼメンは、ブルガリア西部の村、および、それを中心とした基礎自治体。ペルニク州に属する、ストルマ川沿いに位置している。ゼメンの古い名前はウェロボであったが、1925年に、ゼメン解消された。新しい名前は初めは、付近の鉄道駅の名称に過ぎなかったが、後に、村全体の故障となった。 この新しい名前は、郊外のストルマ渓谷にある、中世の城、ゼムルングラトにちなんでいる。要塞は11世紀のイサヤ物語に、として記述されたのが最古であり、また15世紀のセルビアの年代記に、として記載されている。この名前は土地を意味する語に由来しており、地元の人々によれば、岩山に覆われた、この地域で唯一の工作可能な土地であったことによると、 言われている。1974年に町となった。ゼメンは中世のゼメン修道院で知られている。人口のほとんどはブルガリア正教会に属する正教徒である。南極大陸、サウス、シェトランド諸島のリビングストンにあるゼメン級は、ゼメンにちなんで命名された。ゼメン基礎自治体にはその中心であるゼメンをはじめとする以下の町村が存在している。 2008年10月8日閲覧、ありがとうございます。